メインプログラムアーティストチェ・ジョンファさんの作品はここ六本木ヒルズアリーナと東京ミッドタウン国立新美術館またトライセブン六本木で見ることができます。ポップでカラフルな作品の世界をお楽しみください。ここ六本木ヒルズアリーナのすぐ後方には昨年秋パリで開催され好評を博した風呂敷パリ展の広告展として風呂敷東京展のパビリオンが当たっています。中には北野武、草場弥生、コンスタンス・ギデ、ジャンポール・グルチエ、ニコラ・ビュフ、皆川美香、細川森博ほか27名のアーティストや文化人によるオリジナル風呂敷も展示されています。今週月曜日から場所を変えながら六本木のあちこちに出没している巨大な赤いボールレッドボールプロジェクトも今年の見どころの一つです。六本木交差点周辺では今回のアートディレクションを担当したブルービジョンズによるグラフィックが高速道路の橋脚や周辺の提灯に展開されアートの祭りの雰囲気を皆さん目にも盛り上げています。作品を広く一般から公募するオープンコールプロジェクトでは100を超える応募作品の中から14のプログラムが選ばれ新鮮なパワーを発揮しています。毎年好評の真夜中の盆踊り、クラシックなラジオ体操、六本木アートナイトをもっと楽しむガイドツアーも要チェックです。ぜひお楽しみください。六本木地区の2つの公園、三河台公園と六本木西公園は各々趣向を凝らしたインスタレーションやワークショップが皆様をお待ちしています。まもなくご覧いただきますオレカ TX はスペイン・バスク地方の伝統的な打楽器チャラパルタの演奏を中心にダンス・パフォーマンスとのコラボレーションや映画制作にも意欲的に挑戦し世界各国でユニークな活動をしています。年々増え続ける外国人のお客様のために英語、中国語、韓国語の会話が可能なインフォメーションスタッフを配置したり車椅子のお客様のためにツアーマップを制作、また視覚障害のある方と共に巡るツアー、車椅子やベビーカーを利用する方と巡るツアー、外国語ガイドレクチャーなど多様なお客様への対応にも力を注いでいます。夜が中心のフェスティバルである六本木アートナイトでは毎年六本木と渋谷、新宿、立川を結ぶ無料サトルバスの運行を深夜帯に実施、またコアタイムが終わった日曜日の朝には実行委員会の有志による清掃活動も行っています。それでは間もなく開演となります。それでは皆様お待たせいたしました、オレカ TX スペシャルパフォーマンスの始まりです。
この後、午後6時30分からのプログラムは、オープニングアクト